はい、い、えー、いよいよ始まりまりしたね懲役先生、えー、犯罪学教室の金井先生とこの懲役太郎がコラボコラボというかもう一緒にやっていくチャンネルなんですよね。もう「水と油」うんあの何ですか「人格者と非人格者、えー」それから「いい人と悪い人」みたいな <laughs> 結構面白いですよこれ。 あの、今回ちょっと30分で最初長いですけど、あの、というかもう、これ、えぇ、ー、駅太郎、猫太郎の見てる人一回、多分蝶駅、猫猫太郎コンテンツより面白いことになってきと思いますよ。これは。非常に。あの、最初はちょっと硬いことをやっていきますけど、やっぱりね、 あの一人で喋っているわけじゃなでですかでももう一人ねいて私別に一人でもって思ったけど分かってる要するに分かってる人がいるっていうのは大きいですよ。ああののの先生少年院のあの法法務教官っていうふうに言ってると皆さんピンときてないと思うんですが法務省の職員であっていわゆるその学科 学う学習とか、その、いわゆる刑務官とは違うんですよ。ちょっと、まあ、言い方が悪いけど、刑務官よりもうちょっと、あの、上というか、まあ、刑務官ではあるんだけど、その、勉強とか、その、えー、収容者にもう少しこの、いろいろ指導するも、本当に先生であるわけですよね。じゃあ、少年院だけかって言ったら、もう、あの、別に、法務省の割り、あの、割り振りの中で、少、少年院の、 担当とかっていうわけじゃないもんですから、えー、広くその、共生教育のことには、あのー、増資が深いというか、専門なわけですよ。その中で、えー、私と彼が、まあ、 本当は目指すところはや一緒なんだけど、登っていく山が違うかったっていうことは、だったんです。啓蒙として犯罪防止抑止こういうことでこうなるよと。単純に、あのー、起こった事件を意味嫌って憎むんじゃなく、なぜそれがそうなったか。こういうおかしな、皆様から見ておかしなことをやってる、えー、事件、その、犯行形態によって、 ではあのー、ちゃんとそのやってる者たちもやってるなりの理屈があるわけですよ、それを分からずして防止や抑止ができないし、その中でも,もう無理だよと、こういう考え方や、こういうもうひどいというか、もうどうにもならない人っていうのもいるわけで、それはそれで見極めていかなきゃいけないと、何でも救えるってわけじゃないんですよ。 っていうようなことを、まあ私の方向からじゃなくて、彼のね、側の方向から、要するにそれを、あの、専門として扱ってきたプロの人から見るのっていうのは、聞くに値すると思うんですよ。私だけのあれもこうでも言ってるんじゃなくて、彼はきちんと勉強して教育機関を、その、厳しい、ええー、機関をくぐり抜けてそこに至ってるわけなんで、 ねやっぱりあのー、作家でもあるし、物書き、ライターでもあるわけですから、いろいろ文章で作ってきて、それを発表していくのが専門なわけなんで、で、まあ私と、えー、これ、一緒にこれからね、いろいろ番組やっていく。まあいいあの、こんなことぐずぐず言っててもしょうがない。とにかく、あの、見てください。登録してやってください。ちょっともう、あの、早いとこ、あの、専任人登録まで活かしたいもんですから、ちょっとこれ、えー、あのー、 やっていきます。はい。ちょっとね。はい。ちょっとご協力願います。よろしくお願いします。はい。